バイキュアの夕方でございます。とりあえずですね、ベアリングを調べてね、F800S ステムベアリングがダメだったんですよ。それでね、ダンパーをステアリング外すのにステアリングダンパー外さなきゃダメでしょ。外してで、フォークも抜いてと思ったら引っかかり感じないんですよ。あれ普通は外せば外すほど引っかかりを感じるもんなんですけどね、軽くなっていくからね。あれと思って、閉めておかしいな、そんなわけないよなと思って外して、うん、外したんですけど、ただやっぱりねこれこう、これがこんな感じでね、わかります、ほら線がバン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 って入ってますよね、はい、ね、これがレースっていう、ね、でここに、これテーパーベアリングなんで、ね、テーパーベアリングは大丈夫ってことはないないんですよ。やっぱりテーパーベアリングだってやっぱりなるんですよね、はい、なので、はい、そういうことです。だからこまめはできないかもしれないけど、グリス塗るとかね、あとやっぱりこう適正な締め付けとか、まあ、いろんなのがあるんだと思うんですけどね、はい、で錆びてるわけじゃないんですけどね、うん、ちなみにこれね上、これは下なぜかというと外すのにもうぶっ壊しちゃったから、これはね、はい、そう、壊さないと外せないですよ。あのタガネみたいなの叩いてね、はい、でこれ下側にカバーが入ってる、こういう日本車だったらこれゴムのシールがね周りに貼ってあるついてるタイプだったりするんですけど、で結局これがね手に入らないんですよ。日本で買えるのかな、モトラドでね在庫してればいいですけど、なければもうで、モーターワークも一番早いのモーターワークスかなと思ってモーターワークスにしたら在庫はない、取り寄せみたいなんで、だ納期は確認、あの聞いてくれよってみたいなことが書いてあるわけですよ。要は多分そんなことが書いてあるんですよ。だからうわーこれ厳しいなと思って、でベアリングはね NTN の企画品なんで、あの何ぞんさんに頼んだんで明日来ますね、もう上も後ろも一緒、上下一緒。これ日本のメーカーは使ってないのかな、外側が52ミリで内径が25ミリって細いんですよ。だいたいね内径25ミリの車両だとだいたい48ミリとかそれぐらいしかないんですよ、外径がね。これ面白いことに外径が、52ミリあって内径が25ミリ、うん、みたいな、やつなんですよ。これほら細いでしょ、ね、ちょっと変わってるっていう表現はあれですけど、うん、なので私この下のねカバーがないがために1ヶ月2ヶ月置いとくわけにはいかない、この状態でね、うん、お客様にもご迷惑がかかるだろう、ね、でそこの部品っていうのは別にね、まあ、何でもいいじゃないですか、カバーだからね。だからあのエッジ車のやつをね、うん、でここの径が違うから大きいからちょっとねあれなんですけど、でこれはこれがちょうどシールになるように大きさなんですけど、ちょっとね違うんですよ大きさが。だからこのリップがなきゃちょうどいいの、これこの内側のゴムだけでちょうどいいんですよ。で要はゴムシールじゃないんで、もともとほらこういうやつなんで、ただこうほらヘリ折っただけなんで、要はこれもそうなんですけどヘリ折ったんですけど、このリップの部分つけてあるんです、こうやってねゴムがね。だからその部分だけ取っちゃえばちょうどぴったしなんで、これくっつけりゃいいじゃないかって。ダメですかそれはダメ、そういう流用みたいのは良くないんじゃないかな、ちゃんとしたのつけないと何が起きるか分かんないよっていうようなところじゃないんでね、うん、ここはね、うん、そんなに、まあ、極端なことは なくてもね、ただないと出ちゃうからねクイズがね、うん、で下から水入っちゃうもんね、したらそれは良くないでしょ、うん、だからまあとりあえずそんな感じでね、うん、やろうかなっていうね、はい、ダメかな、いろいろ探したんですけどなかなか なくてね、うん、ステムのそのこのやつがね、はい、で内径 25mm のやつあるんですけど外径がちっちゃいの使えない、とてもじゃないけど使えないっつって、 52.5 が 52.5 がなんだ、あこれ52でやっぱりねちょっと大きいんだ、あそうなるとここの部分が大きさが違うと嫌だね、厄介だね、厄介だね、この C
シールを全部取らなきゃダメだね、ゴムの部分ね。ゴムの部分を取ればちょうどいいんだ。ね、多分ね、はい。もったいないけどね。なんでゴムついてるのに全部取っちゃうんだっていう感じするけど。はい。まあ、とりあえずね、そんな感じでやります。ね、そうすれば明日中にできるんじゃない？すごい。すごくないと思う。で、フロントフォークは外してあるんで、とりあえずばらしました。ね、ばらしました。なんで、まあ、これね、あった。中、ちょっと洗いましたけどね。はい、ね、で、ね。で、これどっち側だろう？ん？どっち側これ？右側だ。ね、R だから。右側はフォークシール持ってないんだけど、見た感じ、持ってる感じじゃない。内側見るとね。でまあ、僕はね、上の方が錆びてるんで、ちょっと磨いてね、はい、戻します、はい、そんな感じですね。で反対側も、反対側はまだ全部ばらしてない、こんな感じでね、コーティングされてるみたいですね、ネジがね、ヘドロがね、ヘドロがすごいですね、ここ拭いて、ね、はい、で、とりあえず S、まあ、明日なんとか組み立てたいですね。ね、なるべくね、うん、そう、明日は金曜日でしょ、だから明日なるべく明日やりたいですよね。明日過ぎちゃうとちょっと厄介ですよ。土曜日になっちゃうと厄介ですから、はいね、早くやるんでね。そうね、まさかね、ステンベアリングダメとはね、あります、ステンベアリングダメはよくありますからね、うん、見てみるふりするっていう手もあるんですけどね、あのだいたいほら、乗ってる方気づいてないでしょ、ね、でだからまあっていうね、こともほら、特にステアリングダンパーがついてるからなおさらほらね、とは言うわけにいかないでしょ、ね、整備士としてね、まずいですよね、あ、これはダメだ一応ね。で、ご本人がでも言われたら ね、やっぱり嫌ですもんね、あ、直しそうと思いますよね。そうなんですよね、うん、これでも錆びてるわけじゃないからね、これひどくなると本当に角、本当にひどいですからね、これ怖くて曲がれないよっていうぐらいね、うん、になりますからね、うん、まあ、初期の段階で交換っていうことなんですよね、ということで、まあそうですね、そうなんですよ、まあ、やっぱりね、そう、まあ、あとね、お金かかるということですね。だからこれほらフロントフォークばらしてるから、まあ、その部分を考えると、まあ、多少ねちょっと金額的にはねあれなんですけど、そうじゃなければやっぱり運万円かかっちゃうんでね、うん、そう、安くできないですよね、うん、でほらこういう車両だといろんなもの外さなきゃいけないしね、うん、またBMW 特別料金っていうのがあるんですよ。え？ね、それはないんですけど、うん、基本的にそういうのはないんですが、まあね、やっぱりそれなりにね、うん、かかるのはしょうがないですよね。内容を考えると、やっぱり満単位になっちゃいますよね。何千円っていうんじゃ多分厳しいですからね。ただ、そうね、やれば、走りは良くなるんでしょうね。でも違和感なかったかな。どうなんですかね。そのあたりはね、分からないですけどね。まあ、とりあえず F800 ですわね。そんな感じで、うん、これをだから綺麗に切り取って、ね。そう、これ外側52倍用のやつなんですよ。変な話してますけど、外側52倍で、でも内径が大体30ぐらいなんです。日本のやつだと。車両を使ってる車両はね。でもこれ不思議なんだよね。内側が細くて外側が大きいタイプだから特殊ですよね、見方によって。そう、これ新品なんだけどね、ちょっとこれ再利用できないですよ。そう、外すとき絶対壊れちゃうから、ね、なんですよね、そう、だからとりあえず、ね、はい、準備してやります、はい、そう、であと SCR950 は、整備しました。
でライトの工事も合わせましたの で, で排ガスも剥がりました、はい、ブレーキもクリーニングしてグリス塗りました、はい、そんな感じです。あとまあそうエアクリーナー点検したり、やり点検したり、ベアリングの型はないのかとかね、うん、そういう、はい、まあ、距離走ってないのでね、あれなんですけど、はい、まあ、そういうことで、予約をしなきゃいけなかったんですが、予約が取れなかったので、明日ですね、明日だから朝、今日の夜もう一回見ますけど、まあ、明日の朝予約して、まあ、さすがに当日ならできるでしょう、ね、予約して、それで終わりにね、したいなと思いますね。はい、だから、ちょっとですね、NMAX のね、あれなんですけど、最後ね、スクリーンのネジを止めてたんですよ。あの樹脂のネジなのね。そしたら頭が飛んじゃったの、折れちゃったスクリーンのネジが。でえっと思って、で他のなんかないかな、あそうステンレスのなんかこう、平型でね、真ん中六角のやつがあるなと、これ平べったいね、こうなんかちょっとね、ちょっとリブがついてるみたいなね、これいいじゃんと思ったんですけど、長さが足んなかった。結構長いんだけど、それ以上に長いんですよね、そのそこの部分止めるやつがね。だからあダメだと思って、それで注文したんですけど、昨日発送になってたんだけど今日来ないですね。何ですかね、なんかね、分かんない、無事で発送してないのかな。そんなことないですよね。あとクリップが1箇所、爪1箇所も爪がもうダメだったんで、ゆるゆるなんで、だからそれを1個ね頼んだっていう、あの都合上ですね、まだできてないんですよね、はい、それがであればつけて終わりなんでね、でちょっと配達ですけど、月水金でっていう話でねちょっとやらせていただいたんですけど、来週ですかね、今月水もしくは夜行くしかない、夜ですかね、そうですね、ちょっとね、まあ、いろいろあります、はい、ということでですね、バイク屋の夕方本日の作業、でございます、はい、ちょっとね SCR に時間かけて、 SCR とそうですね、あとこれでちょっとやっぱ待っちゃいましたね、そう SCR その配線作って取り付けとかそこでちょっと時間かかっちゃったんですよ。はい、いろいろ外装外し、タンク外したりなんだりってやった後に、それを取りどうやってつけるのかなと、やっぱり専用ではないので、基本的に汎用なんですよね、あのメーカーのだけですけどね、だからこうして通して、あここ通した方がいいかなとかね、いろいろやってて、でちょっとやっぱり違う、はい、まあ、そんなところで、バイク屋の夕方、今日はこんな感じで終わりです。SCR をまず1回出して、他の閉まって SCR を一番手前に置いて、で、終わりにするということでね、はい、F800S はどうしようかな、嫌な状態で置いてあるな、これもなんとかしといた方が本当はいいんですけどね、うん、まあ、ちょっといろいろとね、はい、やって終わりにしようと思います。ありがとうございました。